フィニッシュラインのね、セラミックグリス、これをね、今日紹介していくんですけれどもね、これちょっと使ってるやつなんでね、若干汚いですけどね、このセラミックグリスはですね、フィニッシュラインっていうところのね、やつでね、このボトルで 450g 入ってます。でお値段がね3500円ということでね、でこれね、警告、人体に害がありますので食用にしないでくださいということですね。あと子どもの手の届かないところに保管してください。目に入った場合は直ちに水で洗い流し、医師の診察を受けてください。飲み込んだ場合は無理に吐かせず水を飲ませて医師の診察を受けてください。本瓶の用途以外には使用しないでください。万が一害があるので食用にしないでくださいということなんで、ですけども、万が一飲み込んでしまった場合は吐かせずに医師の水を飲ませて、水を飲ませるね、水を飲ませるということでね、水を飲ませて医師の診察を受けてくださいと。これ何科に行けばいいんですかね、内科ですか、やっぱり内科に行くんですかね、飲み込んでますからね。何なんでしょうね、これはバラムツみたいなもんなんですかね、あのそのまま出ちゃうみたいなね、こんなも消化しないでしょうからね。でこの用途はですね、ベアリングの潤滑、金属の錆防止ということでですね、まあ概ね皆さんご存知の通りじゃないかなというふうに思います。でいろんなね、こういうベアリングとかですね、 BB、 ちょっとこれ一回横置いときますね。 BB とかのね、中とか、あとはあの自転車を組み立てる時なんかにですね、ボルトに塗布してあげると錆防止になったりですね、しっかりこう規定トルクまで締まるよってみたいな話なんですけども、これね、中どうなってんのって、どれぐらいの粘土で、どんな感じで、ね、中入ってんのかって皆さんね知りたいと思いますので、ね、ちょっと開けていきたいと思いますね。これね、開けていきます。で前はね、シマノのデュラスグリスっていうのをね、使ってたんですけどもね、一応このフィニッシュラインはもう一個ですね、もう一個じゃないな、プレミアムグリスっていうのもねあったりとか、カーボンファイバーのグリスもあったりですね、いろいろこうラインナップがありましてね、これね、プレミアムテフロングリスってやつですね。これは457g、3300円なんですけどもね、ベアリングを包み込み、摩耗や錆から守りますということでですけどもね、今回ご紹介していくのはこのセラミックグリスというやつですね。これじゃあちょっと開けていきますね。結構ね、作業しながらこう使い足したりとかですね、してるもんですから、若干ケース自体がネバネバと言いますか、少しですねこうネバついておるわけなんですけれども、まあ仕方ないですね。しっかりね、出してから小分けにしてね作業すればこんなことはないんでしょうけども、出してしまったグリスっていうのはなかなか中にね、まだ戻すとゴミが入ったりですね、することもあるもんですから、余っちゃったら捨てなきゃいけないっていうね、ちょっともったいないこともありましてですね、できるだけ使う分だけ出したいなという思いからですね、作業しながらこう随時
随時ここから適量を取るようにしてるわけなんですけれども、そうしますとですね、どうしてもこういうふうにちょっと汚れた手で触るもんですからね、汚れがね、ちょっと見えますかね、汚いですね。手もね、結構ベトベトなんですけどもね、ベトベトっていうほどベトベトじゃないんですけどね、若干こうぬるっとするなというようなね、ところでございますけどもね、これ開けていってですね、手で直接こうね、ぐっと触ってしまうとまたベタベタになってしまいますしね、手の、汗の感じだったり温度もありますから、開けた際はね、綿棒で、どれぐらいの粘度でね、どんなもんなのかっていうのをね、ご紹介できればと思いますけれどもね。で、ベアリングのこのグリスに関してはですね、好きな方はもういろんなグリス試してですね、あれがいい、これがいいっつってね、やったりしてますけどもね、実は私はあんまりこだわりはなくてですね、回りゃいいっていうね、機材に関してもそうなんですけどね、自転車の形を成しててですね、進めばいいというね、なんか激軽の自転車なわけでもないですしね、極端にやろうかちょっとそうでもないですしね、自転車の形を成していれば、あとはワットが解決してくれるんじゃないかっていうね、ワット信者でございましてですね、使ってるパーツは2の次、3の次ぐらいの感じですね。だからといってね、否定してるわけじゃなくてですね、それ好きな人は好きで、それはそれでいいと思うんですけどもね、やっぱこうね、猛者と走り比べるとですね、何乗っても猛者は速くてですね、賓客は何乗っても遅いっていうね、この現実を目の当たりにした時にですね、自分は何をすべきかと思うとですね、グリス1個にこだわってる場合じゃないなと。もちろんこだわることに越したことはないんですけども、そこまでこだわらなきゃいけないのかなっていうのがね、一つの結論といいますか、そういう感じですね。そこに時間は割きたくないなとね。だからある程度のレベルを備えてりゃね、何でもいいかなというふうに思ってるわけですけどもね。上げていきます。で、私、最初はですね、自転車屋なんですけども、ママチャリばっかり整備してましてですね、手のこの、こういうね、指先がですね、真っ黒に、この爪の間とかもね、真っ黒、指紋もね、こういう隙間も全部真っ黒っていう時代がありましたけどもね、だから食パンとかね、サンドイッチをこう手で掴むとですね、サンドイッチが黒くなるっていうね、そういう時代がありましてね、で、なんでしょうね、そこで自転車を1日にですね、5台から8台ぐらい、整備を、中古車を整備してたわけですけどもね、やはり鉄粉が飛び交ったりですね、要は錆びてるチェーンを削ったりですね、車体を削ったりするわけなんでね、鉄粉が飛び散ったりですね、何か鉄をこう切ったりですね、言うとあんまりこのいい空気って人間関係じゃないですよ。物理的に空気がきれいな場所じゃなかったんでね、で、手はそういう状態ですし、これ早く死ぬななんて思ってたんですけどもね、そういう職場で勤めてましてね、別に嫌だったわけじゃないんですね、楽しくやらせてもらってたんですけどもね、そういう環境だったんでね、どうなのかなっていう思いはあったんですけどもね、今、おかげさまで手はね、こんな、お前、自転車屋なのかよっていうようなね、全く汚れていないですね、手をしておりますけどもね。で、当時はね、爪なんかもですね、もう伸ばすと、すぐ真っ黒になってですね、なんて言うんでしょうね、チェーン洗ってない人のね、自転車触ったら、こう、すごく黒い、こうね、ベトベトがついてですね、何やっても取れないみたいなありますよね。あれがですね、ママチャリは基本的に至る所についてますからね、整備をするともう軍手をしようが何しようが手が真っ黒になるってね、それがもう爪の中に入るとですね、もう1年間取れないと。で、年末年始の休みの時ですね、やはり1週間ぐらいはこう整備をしないわけですからね、その時にやっと手がこういう肌色に見えてくるっていうね、
で、そこからまた年明けですね、新年の挨拶とともにですね、またその年末まで、永遠に手が黒いというね、そういうところにおりましたけどもね、今はもうね、おかげさまで、綺麗なってあれですよ、美しいって意味じゃないですよ、この黒くないという意味ね、黒くないね、手になっておりますけどもね。何年前でしょうね、3年、4年ぐらい前まではですね、私、趣味でロッククライミングをしておりましてですね、主に室内競技のボルダリングってやつなんですけどもね、要はそこでもクライマーをやっておりましてですね、まあ、ボルダリングする人はまあクライマーって言うんですけどもね、バカと煙は高いとこが好きっていうね。だから、クライミングをやっても自転車をやっても結局登るっていうね。まあ、バカなんでしょうね、結局ね。じゃあ、それやっておりましたらですね、そこは人工の、要はホールド、岩をね、手に取ってですね、ガシガシ登っていくわけなんですけども、そうするとですね、手の指紋がなくなるんですね。素手でもちろんやるわけですから、素手でね、こう岩をこうぐっとこうね、ぐっと持っていくとですね、当然こうこう摩擦でですね、この辺の指紋がなくなっていくんですね。そうするとね、指紋がなくなったところにはですね、自転車のその汚い汚れがね、入り込まないっていうね、だから手のこの辺だけは肌色っていうね、あとはこう爪の間は黒いっていうね、よくわからない感じのね、手をしてましたけどもね。ロッククライミングは何かねコンペに出たとかねそういうことはなくですね、ただただ、週1、2ぐらいのペースでですね、ジムに通っては登るっていうのをですね、かれこれどれぐらいでしょうね、6、7年やってましたかね、6、7年続けててですね、グレードとしてはだいたい初段ぐらいは登れるようになったんですかね、ボルダーで。で、そこからもうね、自転車の方で、入賞するんだ、優勝するんだということでやってましたらですね、だんだんボルダリングに行く時間がなくなってきましてですね、今ではすっかり行ってないんですけどもね、一応まだシューズと、チョークバッグはありますね。ウェアなんてね、何でもいいですからね、シューズとチョークバッグさえあれば、登れますからね。やっぱりその時はですね、爪なんかはですね、切らなくても、もう岩ガンガン掴むもんですからね、どんどん爪が削れていってですね、全くって言って変ですね、全然爪を切らなくてもですね、削れていくからね、今はこう爪を切るペースに少しちょっと驚いているというような状況ですけどもね、クライマーの皆さんそういう思いしたことあるんじゃないでしょうかね。爪を切らなくても岩でどんどん削れていくっていうね。あの時はですね、まあ一番最初ですかね、ロッククライミングでデビューした時はですね、わからなくてですね、どれぐらいやったらどうなるのかっていうことがわからなくてですね、ただひたすらに一生懸命登ってたんですね。で、もう握力がなくなっちゃってね、もうジムにいてももう何も登れないっていうような状態までやってですね、で、これじゃあもうこれはダメだということで、じゃあ今日は帰るとつってね、自転車で帰ったわけなんですけどもね、もう帰りね、自転車のブレーキをするのもできなくてですね、非常に怖い思いをしたことがありましてですね、まあ、その頃からこう、追い込むっていうことに関してはね、歯止めが効かないようなね、バカなやつだったんですけどもね、自分の限界がどこかわからずにね、永遠にやってしまうっていうね、そういうことを経験した思いがありますね。まあその時はなんとかね、無事怪我もなくね、帰ることができてですね、家に帰るまでね、なんでこんなに今日自転車止まらないのかななんつってね、誰か CRC 差し込んだんじゃないかなって思うぐらいね、全然ブレーキが握れないっていうようなことがありましたけどもね、次の週に行った時にですね、あ、これは登りすぎてんだなっていうね、やっと1週間越しに気づくっていうね、いうことを感じましたけどもね。で、ジムはね、結構良くてですね、1日いてもですね、値段は変わらないんですね。1時間いくら、まあ、いろんな料金形態ありますけどもね、
1時間いくらじゃなくてですね、1回いくらぐらいの。で、午前中と午後と分かれているぐらいの感じですね、午後の区分から入るとですね、営業終わりまでいてもですね、値段がだいたい1500円ぐらいでずっと入れるっていうね。まあだからそんだけ体力があればずっとできますけどもね、だいたい初めて行った人は1時間もすりゃ握力なくなって登れなくなってしまいますからね。いろんなところにこう力が入ってですね、そんな力で持たなくてもいいのにっていうような力でね、一生懸命こうね、ホールドをぐっと握ってね、で、握力がなくなってしまうというね。うまい人たちはですね、本当に最低限の力だけでですね、引っ掛けると言いますかね、こう、ぐっと持たないんですね。こうね、引っ掛かってるっていうような感じですね。手を固定しているというだけでですね、あ、開きましたね。じゃあ、開いたのでね、これどんなやつなのかなというのをね、ちょっと、このね、綿棒で、こうやつ、白いから、ちょっと、落ちたら嫌だな。白いから見えますかね、これね。ほら。こんな感じ、粘土もこのミヨーンって伸びたりしないですね。ねるねるねるねは、ひひひ。ねればねるほど色が変わって、うまい、てれてれ。ありましたね。そんな世代ですからね。ちょっと寝れば寝るほど、みよ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 。粘土もこんな感じですね。人体に悪害があるということなんで、私は食べませんけどもね。まあ、バラムツみたいなことでしょう、どうせ。ほい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 。で、色は白いですね。白いですね。ほい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 。だから、ベアリングとかね、自分で掃除されたことがある方はわかると思うんですけど、だいたい黒くなりますよね、ベアリングの中のね、グリスってね。だからこう白いですからね、汚れがこう開けた時にすぐわかりますからね、メンテナンス性もね、視覚的にいいんじゃないかなと思いますね。うりうりうり。もうね、こうなってると白いですからね、何が綿棒で何がグリスかわかりませんね。これね。ということでね、これはどうしましょうかね。まあ、あんまり戻さない方がいいでしょうね。これじゃちょっと置いといてですね。